トマス・タッカー・トマス・チューダー・タッカーは、アメリカ合衆国の医師、政治家。1745年、タッカーは、バミューダ諸島のセント・ジョージにおいて、イギリスからの移民の家系に生まれた。カッターは、スコットランドのエディンバラ大学で医学を学び、卒業後は、アメリカ大陸へ渡った。当初は、バージニア州に居住したが、間もなく、サウスカロライナ州チャールストンへと移り、開業医となった。 タッカーは早い時期からアメリカの独立を支持していた。タッカーは1776年にサウスカロライナ州会議員に選出され、1788年までその職を務めた。1781年には大陸軍に加わり、南部戦線で下界として1783年まで貢献した。タッカーは1777年及び1778年に サウスカロライナ州の代表として大陸会議に参加した。タッカーは中央政府に多くの権限を付与した合衆国憲法に反対の立場を示した。だがタッカーは合衆国会議員に選任され、1789年から1793年まで議員を務めた。1801年12月1日、トマス・ジェファーソン大統領はタッカーを 合衆国財務官に任命した。タッカーは続くジェームズ・マディソン政権、ジェームズ・モンドー政権、そしてジョン・クイン・シーアダムズ政権でも財務官を任され、1828年に死去するまで同職を務めた。また1809年から1817年までは、マディソン大統領の内会も務めた。1828年、タッカーはワシントン DC で死去した。 タッカーの遺体は、議会墓地に埋葬された。ありがとうございます。